とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は久々に最強武器ランキングやっていきたいと思います。最近、この釣竿の装備がちょっと注目され出しましたよね。それも踏まえて、トップ5を発表したいと思います。それでは、第5位から行ってみましょう。今回の武器ランキングですけども、攻撃力、そして編成難易度、この2つを査定して出しております。そして個人的な意見も入っております。ご了承ください。それでは第5位からいきますね。第5位の武器はこれです。不滅のナイフですね。以前は1位、2位にあった武器だと思うんだけども、今回は攻撃力も査定しておりますので、第5位ぐらいかなというところですね。基本的に不滅のナイフはカバンビルドで装備している武器だと思います。なので、エンチャントは流れ込む魂。これが入ってれば大体 OK です。なので編成難易度は、すごく低いですね。でも、もう少し上を目指したいのであれば、流れ込む魂プラス採掘者。そしてアイテムボーナスなんかが入ってれば OK です。これはもともとね、これ自体で叩くやつじゃないので、攻撃スキルっていうのは必要はありません。まあ、周回用の武器ですね。周回用。ボスのいない、ダンジョンでの周回用武器。まあ、ボスがいる時には、武器を変更すればいいので、まあ、とにかく周回にはすごく向いてる武器だと思います。編成難易度はね、すごく低いんだけども、同じく攻撃力も低いので、第5位ということになっております。不滅のナイフです。それでは第4位いきましょう。第4位の武器はこれですね。星なき夜です。いつもランキングインする武器ですけども、今回は第4位という風にしておいてください。火力はあるんだけども、敵と戦うにあたっては、ある程度火力スキルを積まないと、ちょっと弱くなってしまうので、編成難易度は、まあ、そこそこっていうところですね。あと、カバンビルドで使っていく場合に、キノコをね、どうしてもつけなきゃいけないのよ。キノコがないと火力が落ちてしまうので、一つアーティファクト欄がキノコっていう風に決まってしまいます。カバンを二つつけることができないので、カバンビルドとしての火力は若干落ちてしまいますね。そして流れ込む魂がつかない武器になるので、防具に回復スキルを入れていく必要があります。まあ、ヘルスシナジーか 6% 吸収だね。どっちかが必要になるので、防具の編成がね、なかなか難しい感じになります。なので、今回は4位ですね。ちなみに、火力スキルとしておすすめなのは、虚無、そしてクリティカル、エイリ、そして追い打ちとダイナモですね。あと、エコー。これぐらいかな。が、おすすめのスキルとなります。第4位は、星なき夜ですね。それでは第3位いきましょう。第3位の武器はこれです。覆われた怒りですね。星夜と同じくいつもランキングインするんですけども、まあ火力はね、星なき夜よりも上です。攻撃力自体も強いし、とにかく毒が強いなので、火力スキルはある程度妥協することができます。まあ火力スキルを減らして回復をね、入れるっていうこともいいですよね。吸血やリフレッシュなんかを入れることもできるので、まあ、星夜よりも、編成難易度としては低いかと思います。でも、キノコは必須です。キノコ必須。そして、カバンビルドで使っていくのであれば、星なき夜と同じく、防具にヘルスシナジー、もしくは 6% 吸収だね。この2つが必要になるので、まあ、編成難易度はそこそこ高いのかな。でも、攻撃力はかなりあるので、おすすめです。カバンじゃなくてもね、普通に戦っていく分でも、これはすごく強い武器だと思います。
で、おすすめのエンチャントですけども、これは星なき夜と同じく、虚無、そしてクリティカル、エイリ、追い打ちダイナモ、そしてエコーなんかがおすすめですね。とにかくね、ダイナモはね、入れておいた方がいいと思います。ダイナモは、カバンビルドではすごく役に立つので、おすすめです。第3位は、覆われた怒りです。続いて、第2位いきましょう。第2位の武器はこれです。機械化ソーブレードですね。最近、俺の中でも大バズりしてる武器なんだけども、とにかく火力が高い。もうどの武器よりももうナンバーワン高い武器となっております。ただその分エンチャのね難易度が編成難易度が高い。エンチャがないと、そんなに強い武器でもないのでエンチャの厳選がすごく必要になるやつです。まあダイナモがついてればある程度 OK なんだけども、それプラスで、まあ、火力、もしくは回復とか重力とか、そのあたりがついてると、もう最高ですね。もうこれに及ぶものはないぐらい、めちゃくちゃ強い武器となります。で、これもね、カバンビルドで使っていってもいいんだけども、カバンで行くとすると、またね、編成難易度が高いんだ。ヘルスシナジー、もしくは 6% 吸収。は絶対必要になるので、厳しいです。で、キノコはいらないんだけども、釣り竿がね、必須になるので、カバンビルドで使っていくにあたっては、エレメントのカバンがね、一つしか装備できないので、火力は若干落ちます。ただ、ボスとの殴り合いとかになると、本当にね、秒殺 !1、2秒でシャキーンと倒してしまうので、強いです。うん。まあ、強いんだけども、編成難易度はめちゃくちゃ高い。でも、おすすめできる武器ですね。第2位は、最近出てきたこの武器。機械化ソーブレードです。それでは、最強武器ランキング第1位いきましょう。第1位はこれです。フロストサイスですね。今までのランキングでは、全くランキングインしなかったんだけども、今回、釣り竿が出だしてだよ。あれから、もうこのサイスが強くて強くて、もうめちゃくちゃ使ってます。なぜ強いかっていうと、まず、普通に戦うのにも使っていけるし、カバンビルドでも使っていける。まあ、それが強みだし、エンチャントの編成も、ある程度、楽だっていうところですね。まあ、カバンビルドで使っていくにも、まあ、普通に戦うにも、流れ込む魂、これがあると、めちゃくちゃいいです。で、そして、プラスで、火力スキルが、一つついてれば、全然使っていける。まあ、二つついてればね、もっと最高なんだけども、まあ、一つでも全然、妥協して使っていけるぐらいの強さはあります。まあ、火力スキルのおすすめは、旋風、衝撃波、あと、クリティカル、雷、謎の共鳴なんかもいいですね。あ、ダイナモもいいです。まあ、編成難易度がかなり低くなるので、おすすめの武器となりますね。第1位は、これ間違いない。最近ほんと強いです。フロストサイスです。はい、ということで今日は令和4年1月の最強武器ランキングやってみました。釣り竿が出てね、だいぶ変動したと思うんだけども、どうでしょうか。まあ、今回は攻撃力、そして編成難易度、この二つで選んでるので、まあちょっと皆さん差があるかと思いますけども、どうだったでしょうか。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。